ということで、本日はカルコメの稽古に行ってきました。うん、お疲れ様でした。ありがとう。無事3日目のお稽古が終わりまして、掴めたかなって、掴めたというか、でもまあなんだろう、やっと今日複数回、その一話一話を複数回とか、今日で複数回になったので、その一個の輪の稽古が、私はだからそうね、もう必死すぎてあれなんですけど、昨日は私が頑張ったので昨日は大西明け方まで頑張ったので、そのおかげでなんとか覚えてはいけました。でもそれでもまだあれなんだけど、で結局明日1時間ぐらいだけ稽古に行けることになったので、そうだから、その1時間の稽古で明日私は終了となります。うん、このセリフ量でここまで稽古期間がやっぱり短いのが私は初めてなので、今までもなんか4日間5日間とかっていう稽古の時はあったんだけど、まあでもあの時に比べるとセリフ量が今回はねあれなので、本当に大丈夫かなと思ってたんですけど、なんとかなりそうです。うん、今日は自分の稽古終わった後もちょっと居残りして、あの A チームの方の稽古もちょっとあの途中までなんですけど、そう見てきて、今までで一番セリフ多いのって、いやそれはないんだけどそれはないな、それは全然ないんだけど、うん、そうね、でも割と多い方だと思う。前回のなんだっけ、声の形よりかは全然多いと思う。うん。自分のセリフ自体は A と B は違うって、そうね、全然違かった。今日なんか映像では A チームのやつも見たことあったんだけど、で今日生で居残りでちょっと見てて、全然違かった。あのどっちも本当にだから見てほしいなって思った。もう売り切れちゃってるかな A チームも。とわつがいよりかは多いですか少ない、どうだろう、とわつがいそんなに長文のセリフがめちゃめちゃあったわけではないからな、でもどうなんだろうね、セリフ量で言うと分かんないってなるぐらいかも。今までで一番セリフ量多かったの、確かにそう言われてみたら、今までで一番セリフ量多かったのって何なんだろう。カラクリサーカスじゃないのかな、違う？セリフの数だけで言ったら、わかんない、覚えてないんだけど、正直どんだけ喋ったのかとかも。ただカラクリサーカスっていう舞台は何役もやってたから多かったんじゃないかな、何にも覚えてないんだけど
分かんない。4役してたからねって。そうだよね、なんかめっちゃやってたよね。よく初めての舞台あれやったよ本当に。円形劇場で、ね、そうだね。だから円形だからさ、出はけとかもさいっぱいありすぎてさ。でもあの時なんかちょっと大西的に嬉しかったのが、その円形のね、あの新宿フェイスっていうところでやってたんやけど、その舞台をね。で円形だから真ん中に、ど真ん中にドーンって円形のステージがあって、それをもうこうドーンドーンドーンっていろんな方向から見れるっていう感じの舞台だったんですけど。で共演者の方が「え、出はけ全然わかんない」みたいな、「え、ここどこ？」みたいな言ってたけど、大西はその動線を一番完璧に 一番初めに覚えられたのが、その時すごい嬉しかった。やっぱコンサートとかでさ、出はけの動線とかいっぱいやってるからさ、その時はそれが生きて経験で、だから嬉しかった。だから経験って本当大事だよね。動線ってどう覚えれるの？分かんない。でももし道とかすぐ覚えれるんですよ。道というか帰り道とかをすぐに覚えれる人間で、だからそれを、なんかそれが割と普通に得意だったのかもしれない。そうなんだよね。むーちゃん迷子にならないタイプ？え、なる めっちゃなる。いや、なんない。大西がいつも迷子になってるのは、あれです。なんか大西たちってこう、鬼たちっていうか私はこう現場とかの住所を言われて、そこに普通に行くんですね。で住所を、まあ、携帯のさマップに入れて行ってるんやけど、そのなんかさ目的地と住所がなんかずれてることがめっちゃあるのね。ここに来たけど、え、どこ？みたいな、その言ってる建物ないけどってなったら、ちょっとマップがずれてましたみたいな。っていうのがめっちゃよくあるのね。そうとか、ここ住所になってるけど入り口は反対側の道の方ですみたいな。っていうのが分かんないのはめっちゃある。だから私今ここにいるんですけどって言ったりしてそうね。だから確かに自分で迷子にはあんまなったことないかも。その携帯見て、あ、こことこってなることはある。スマホない時はどうしてたんだろう。スマホない時はなかったんだけど、 AKB の活動してて でも昔とかはもうさ、現地にさ、もうお車とかだったからさ、もうチームエイトなんて最初さ、めっちゃみんなちっちゃかったからさ、もうどこ行くのでもこう車でさ、ロケバスでさ移動とかしてて、だから東京の地理とかが全く覚えられなかったんだけどね。え、今は車はないし、電車と徒歩で とバスで 移動してるから、まあ住所だけ来るからね、ここ行ってください。そりゃ携帯にも頼るわな。そうね、確かにな。昔の人はどうしてたんだろうね。タクシー使ってもいいのよって。いいの？経費で落ちるかな タク
クシーは経費で落ちるんだろうけど、まあ交通費とかも落ちるんだろうけど、私があんまり交通費をやんないから、なるべく。なるべく避けたい。専属ドラバーいないのって。専属ドライバーなってくれる？なってくれたら今後めっちゃ嬉しいんだけどね。なんかないよ。ってくれる誰か。うん。今から免許取ってくるの。頑張れ、急げ、2月までだ。急げ、急いで今から合宿に行くんだ。懸命歩いて移動しております。まあ運動になるしねっていうポジティブな方向で考えます。何か食べた？食べてない。朝おにぎり買って半分だけ食べたかも。半分まだ残ってるか。夜ご飯はちゃんと食べて。でもやっぱね、変なことにこういうねセリフを覚えるっていう期間になるとパタッとこうねご飯がいらなくなっちゃうんだよな。この現象何なんだろうな本当に。ねえ、だからちょうどいいのよ。来月も、来月1月あるでしょ舞台。その舞台を経て卒業公演の頃にはきっと痩せたまんまの大西でいられるであろうっていう、その完璧な計画。素晴らしい。自分の休みがねあったらね、多分大西ずっと食べてるからちょうどいい。脳を動かすに糖分必要で、そうだからあのコーラ飲んでた今日大西。そう糖分が、あそういえば目治ってんの。あちょっと痛いわ今日。朝さ目バチコみたいなのできててさ、変な開き方してたんだけど、あれ引いてた、いつの間にか。舞台やると痩せるって本当ですか？あのねこれね分かれるんだよ。分かれるっていうか、分かんない、 AKB のメンバーはみんな分かれるんだよ。あのそう、舞台期間に入るとめっちゃ痩せる子とめっちゃ太る子が出てくるの。そうめっちゃ太るっていうか、その自分の中でね、その各々の中で、大西は舞台をやると痩せるんだけど、なんか他の子は舞台をやるとめっちゃ食べてめっちゃ太っちゃうっていう子も多い。ストレスストレス、プレッシャーだよね多分。あのいっぱい食べちゃうようになっちゃうのは、うんね。だから本当に人によりきり。でも大西も去年やってた、何だったかな、
君戦っていう舞台があったんだけど、去年の今頃にやってた舞台があって、その時はね爆食いしてたの。びっくりするぐらい食べてたよ。大阪遠征とか行った時もなんかもう夜ご飯主食が3つあるの。何だったかな、例えばうどんとカツ丼とお寿司プラスみんなで食べるピザとお菓子みたいな、わかんないけど毎日そんなんだった。うん、めっちゃ食べてた時もある。まあでも全部コンビニなんだけど、それもピザだけなんかホテルから頼めるピザとか頼んでとか、一食でそれ、それが晩ご飯の1回の晩ご飯。そう、でもあの舞台はねいくら食べてもね太んなかったのよ。うん、でその舞台中はもうなんかそんだけ食べても太んなくて、お米が炊ける音がして、でも終わった後、その舞台が千秋楽終わった後も胃が縮まらなくて広がりまくっちゃって、その後はめっちゃ太った記憶がある。12月1月2月とかその辺太ってた。だからもし浜の卒業公演プクプクだったもんな顔。そう、今写真で見返しても思う、浜の卒業公演の時もし顔パンパンだった。うん、ね、あの時なんであんな食べてたんだろうね。もう食べることが生きがいみたいになってた、あの時は。もう食べることでしか癒せない、食べ物からしか得られないなんか栄養素というか、なんかわかる、なんだろう、心の栄養素というか、あの時はもうあれがもう生きがいだったんだよね、食べることが。そうなんだよね。でも他の舞台はあんまりそんなことなったことない。でも太らないよね、ももかちゃん。太るよ。私も普通に太るよ。うん。何もしせんくなったら何も、私が本能のままに生きたらもうプクプクになるよ多分。いや太ったことない、いや太らないようにしてるんだよ、だから人間なもの太るよそりゃ何もせんくなったそりゃ太るよ人間なもの。ただ自分でこれ以上行ったらもうダメっていうのが自分の中であって、そこはそこに迫ってきたら、あ、ダイエットしなきゃってなるから戻るんだけど、そこを大西が、あ、もういいやってなったらもうそのまま行くからねそりゃそうだよ、取るよ。うん、一番太ってたと思って、いつ頃って、え、わかんない。でもそれこそその浜の時かも、浜の時というかわかんないけど1月とかかな、わかんない。でもその君戦が終わっ
ってから数ヶ月ぐらいの中でどっか一番自分の中の人生で最高記録で体重がショックで、ダメと思って戻したんだけど、やっぱりめちゃめちゃ若い時みたいな体重にはなんないのよ。マジかと思って、だから本当気をつけなきゃって思ってる。25超えたぐらい、25とか なんだろうね、うん、その体重を見た時、昔はもっと痩せてたイメージ。いや昔こそ、それこそね、2日3日ダイエットしたら戻ってたのよ、カリカリに。そう、ただね、もう戻んなくなっちゃったんだよね、なんか年齢を追うごとに、増すごとに。痩せるのには何か運動するのって。大西は歩くかな、めっちゃお腹すいたなって時に歩いてるかも。うん、そう、なんかご飯食べた後に歩くとかじゃなくて、お腹空いたって思った時に歩いた方がめっちゃすぐ痩せるんだよね。わかんない、大西はそれが一番体重が落ちるというか、目に見えて、もちろんあんま、それこそ体重計あんま乗んないから、目に見える痩せ方というか、目で見て判断してるんだけど、いつも。そう、でもそれが一番早く効果が出やすいかも。だからお腹空いてる時はボーナスタイムって思ってる。なんか今歩けばボーナスタイムでちょっと早く痩せれるみたいな。ただ食事制限はしないけど、お腹いっぱいってそんななんないかもね、そういう時期とかは。それをちょっと続けてったら胃もちっちゃくなるから、そうね、少ない量で満足できるようにする、調整するかも。余計にお腹空かないの？いや、アドレナリンの方が勝っちゃうかも、歩いてたりすると。でお腹空いてることを忘れたりとか、忘れたりというか紛れるというか、うん、そうね、っていう感じかもね。そうね、そうです。何もせずこのままをキープしてるわけではない。ただね、なんか痩せたいところが大西はなかなか痩せれなくて、その部分痩せができないから、それはちょっと頑張んなきゃなと思う。うん、そうなんだよね。時間で、確かに何時半に終わるわ、7時半に終わります。マイクっても太れないって、いやだからそういう人もいるんだよね。食べても食べてもなかなか太れない、なんかが多いんだよね多分。なんか聞いたことある、体質、なんか体の中にある何かが多くて脂肪になんないんだよね、そういう方って。
そう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 。ね。まあでもさ、だから体重ってさ、なんだろう、痩せたいなって思ってる人もいればさ、太りたいなって思ってる人ももちろんいるわけだからさ。ね、難しいよね。そういう人にもっと食べなよっていうのも失礼というかね、別に言うべき話ではないと思うし、だから大西が太ったとて、あれもみちゃん太ったっていうのも良くないと思うよ。この中にいるのかいないのか分かんないけど大西がちょっと顔ぷくってしてきた、すぐあれもみちゃんふっくらした、健康的になった、いるからね、知ってるんだからね。それやめなさいね、本当に。うん、なよ、大きなお世話だよ大きなお世話だよん、健康的になったはいい表現かもって、いや、やめといた方がいい。健康的になったね、もう。悪く受け取れる場合があるから、もう何も言わない方がいい。健康的になったねって言われたら、大西は悪い方向に受け取っちゃうの。あ、太ったって言われてるってなっちゃうから、もう何も言わない方がいい。そう、結果。言わない方が安全。そうね。そうね。無言。無言強し説かよ。そうだね。体型のことに関してはね。他のことはね。いろいろ、いろいろというか。あれだけど。体型のことに関しては、それが一番かもね。痩せた時も言わない方がいいのって。人によるんじゃない、大西は痩せたって言われたら大西は嬉しいからやったってなるけど、でもなんかまあ別に、そうね、うん、言われなくてもいいかなっていうそうね、大西一回なんだっけ、夏ぐらいに自分でもなんかびっくりするぐらい痩せこけちゃった時があって、なんかもうこうなっ、あの時びっくりしたんだよ、なんかショールームして、ショールームで自分の顔見て、ここがなんかへっこんでる時があって、夏8月上旬ぐらいなんだけど、あの時はすごい心配をしていただいて、あれびっくりした、あれなんであんな痩せこけちゃったんだっけ、でもあの時は本当に寝る時間とかがなくて、覚えることも多すぎて、仕事も多くて、毎日を必死で生きてて、そう、食べてたって、いや食べれなくなっちゃったんだよね、な、多分夏バテとかもあって、うどんコンビニで買ったうどんが全然なくなんないみたいな配信で食べててあったな、なんかそういうの、あ、そろそろ時間が、ありがとう、よし、
じゃあ私は今から夜ご飯を食べたいと思います。ではランキングの方を1位の方からやっていきたいと思います。いきますよ、1位あっくんありがとうございます、イエイ。そして2位がよっちゃんのゆうももちり大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がコバアットマークおにしよしさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がさとちアットマークおにしよさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が MM ルールズアットマークギフノルト人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が黒島のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がちょうちゃんアットマーク香港世界一かわいいサモエドさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がゆみちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がつばささん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がいちよし ABS さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がたいすけさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。うわ、寝そう、ダメ、今日この後ミーティングがあるから絶対起きてなきゃいけない。うわ、これフラグ回収しないように頑張ろう。よし、ではおやすみなさいじゃない、バイバイありがとうございました、お疲れ様です。